久保塚さんはこの陽介の行動を理解できますか？という質問を聞きます。陽介役を演じました久保塚優です。本日はよろしくお願いいたします。久保塚さんに、質問なんですが、久保塚さんはこの陽介の行動を理解できますか？という質問を聞きます。陽介ですか？あ、すいません、これ陽介だから陽介僕の父親ですか？失礼しました。陽介の行動は、僕はあんまりいいとは思わないですね。なんか好き、まっすぐな好きっていうことに対してはすごく素晴らしいことだと思うんですけど、でも好きだからといってやっちゃいけないこととかってあるじゃないですか。だからその好きのまっすぐをの行方を陽介は向けるところ間違えてしまったんじゃないかなって思います。なるほどね。